暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。もし自分が死んだら、この荷物どうしようかな。家族に捨てといてって頼む？ぷーちゃん、家族にこれだけの量を押し付けるの？次の代のことも考えようね。こんにちは。お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は、遺品整理を通じて将来を考える片付けというテーマについて、ゆるりまいさん著、私のうちには何にもない4をもとに考察していきます。例えば、実家を片付けなければならないのにはかどらず先延ばしになっている、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないと余計にがんじがらめになり、物の整理が大変になる一方です。しかし、この動画の内容を実践していただくと、実家の片付けから自身の片付けも振り返り、大切なものに気づくきっかけとなるでしょう。このチャンネルでは、暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、イラストレーターゆるりまいさんの著書、私のうちには何にもない4。何にもないシリーズ4作目となる本書のテーマは遺品整理。物を持たない生活が得意なゆるりさんでも、初めての遺品整理、さすがの私も辛かったという本書のサブタイトルをつけるほど、遺品整理に苦戦した様子がうかがえます。一言で言うと、心の整理はゆっくりとしたペースで進めるです。ゆるりさんが遺品整理を行うことになったきっかけ、それは、おばあさまが亡くなり、最初はゆるりさんのお母さんが遺品整理をしていました。しかし、お母さんは次のような悩みから、一旦遺品整理を休憩したいとゆるりさんに言い出します。遺品は、使える、使えないでは判断できない。自分の判断だけで捨てていいのだろうか。遺品整理で物を取っておく基準をお母さんに問われたゆるりさんは、自分だったら何を捨てないでほしいかを考えます。例えば、ゆるりさんの理想で言うと、自分がもうじき死ぬと分かったなら、バッグ一つ分の荷物で行きたいとのこと。ゆるりさんの旦那さんなら、自分が死ぬときどうするか聞いてみると、全部捨てちゃっていいよと答えたのでした。潔い人だなぁと感心するものの、実際にその時になったら、そんなに簡単に旦那さんのものを捨てることができるだろうかと考えるゆるりさん。遺品は見るだけで思いが込み上げてくるものです。人それぞれ家族との関わり方があり、物に思いが投影されることもあります。しかし、ゆるりさんが考えるのは、物があってもなくても個人を忘れることにはならないということ。遺品を子供や孫の世代の課題にせず、ゆっくりと少しずつでも行うことが大切なのだと語っています。本日のお品書きはこのようになっています。遺品整理を通じて将来を考える片付けについて、3つのポイントにまとめてみました。遺品整理は個人と向き合う大切な作業。物を捨ててはいけないに縛られない。過去の片付けから未来につながる。それでは参りましょう。まずはじめに、遺品整理は個人と向き合う大切な作業について解説していきます。ゆるりさんは、亡くなったおばあさまの部屋を一部開けなければならなくなり、遺品整理に取り掛かります。ゆるりさんが主に取り掛かったのは次のような順番でした。 1. ベッド。まずは作業スペース確保のため、一番場所を取っているベッドを手放すことにしたそうです。2. 洋服。ゆるりさん曰く、遺品整理は次のようなものから整理し、弾みをつけると良いとのこと。見ていて辛いもの、個人の思い入れの少ないもの、高級そうな服は大切に取っておき、そうでない服を使って生きていたおばあさま、どんなに大事に取っておいても死んでしまい、残った人が使わないのであれば、そのものはゴミになることを
身をもって知ったとゆるりさん。後悔しないように大切なものはどしどし使おうと決意を新たにします。そして見たくないものを見て悲しくなる、嬉しくなる、切なくなる、このような思いを抱くことを全部ひっくるめての片付けが遺品整理なのだとゆるりさんは気づきます。いずれも亡くなったおばあさまと向き合う大事な作業だったということです。続いて、物を捨ててはいけないに縛られないについて解説していきます。ゆるりさんのおばあさまはいつか使うかもしれないと物を溜め込む人だったそうです。定年退職後、軽い老人性うつを発症したおばあさまは物忘れを隠し、さらに物に執着し溜め込むようになります。そんな中、東日本大震災が起こり、やむなく家を解体することになりました。物を処分することを断固として譲らないおばあさまに、ゆるりさんもお母さんも疲弊していきます。しかしゆるりさんは一線を引こうと考え直し、おばあさまの大切なものを崩れかけた家から持ってくることに。その際、作業をこまめにおばあさまに伝えることで少しずつ笑顔を取り戻していったそうです。なんとか解体の日に間に合い、おばあさまからありがとうねという言葉を聞いたゆるりさん。後にゆるりさんはおばあさまの思いとして、処分したくてもどうすればよいのかわからず負担だったのかもしれないと振り返ります。ちなみに、この大きな片付けを乗り切ったゆるりさんの自宅は人を招待できる家へと変わり、いろんなことがトントン拍子に進むようになったとのこと。物を捨ててはいけないという思いに縛られすぎると人間関係もうまくいかなくなります。使える使えないで物を考えず、大切なものは何かを話し合うことが道を開くきっかけとなるのです。最後に、過去の片付けから未来につながるについて解説していきます。遺品が自分の世代で整理できなかった場合、次の世代に課題として残ってしまいます。ゆるりさんの自宅は次のような理由から先祖代々のものが積み上がり、捨てることがさらに億劫になっている状況でした。おばあさまが物を捨てられなかった、お母さんも捨てるのはダメという思いに縛られていた、そのようなことから、遺品整理や実家の片付けは次のように行うことがおすすめだといいます。早めに始める、ゆっくりとしたペースで行う。ちなみに、ゆるりさんのお家ではおばあさまが亡くなった後、新しい変化がありました。子猫を保護した、ゆるりさんが新しい命を授かった、人生に新しい変化を感じたゆるりさんは、より安全で家事の負担が少ない家にするため、次のような対策を取りました。子供でも使いやすい収納の設置、チャイルドロックの設置、掃除しにくいものを撤去する。まず、片付けで過去を見直す。そして、見えてきた未来を迎えるために生活環境を工夫する。ゆるりさんのエピソードから、片付けによって人生は変わるということがわかりますね。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、家族の遺品整理は自分を振り返るきっかけにもなるということ。次に、捨ててはダメではなく大事なものを残す作業だと考えるということ。そして、過去を見直すことで未来を迎えることができるということでした。遺品整理や実家の片付けは、自分がやらなくてはいけない状態になるまで見て見ぬふりをしてしまいますよね。今回取り上げた本書は、実際遺品整理を始めるときにどのようなことが待っているのか、貴重な体験談となっています。自分や家族の老後について、問題を改めて考えるきっかけになれば幸いです。この動画を見ているだけでも、あなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ繰り返しご覧いただき、自信を持って
片付けを進めてみてくださいね。以上で、遺品整理を通じて将来を考える片付けの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは、公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買い取りなどのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているので、チェックしてみてください。それではまた次回の研究動画でお会いしましょう。バイバーイ。